イエーイ、イエーイってやばない。 皆さんこんにちは、吉川真和子です。毎月第1金曜日の2時からお送りさせていただいているマーサンレディオの時間です。よろしくお願いいたします。なんとキリよく今月は11月1日ということで、もう早くもあと2ヶ月ですね。もう勝手に底知れぬ焦りを感じておりまして、昨日皆さんハロウィンはどう過ごされたんでしょうか。私は完全ただ寝落ちをしたっていうだけのハロウィンだったんですけども、なんか渋谷はね、今年もまたなんか怪我人とか出たらしいですけれども、みんなどうですか、スタジオのスタッフさんたちはハロウィンしたんですか。しないんだ今の若い子たち。こういうね、おばさんたちの方が、ね、頑張ってんだよ。私今日ねハロウィン行くから今日ハロウィンします。ちゃんとメイクしてやってきます。というわけで、すいません、前回10月ちょっと私お休みをさせていただきまして申し訳ございませんでした。前回ちょっと再放送でお送りさせていただいたんですけれども、年内は今日あと12月はしっかりお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回もスペシャルな私のお友達である方をゲストで呼ばせていただきましたので、早速お呼びしたいと思います。タラちゃんよろしくお願いします。いや、私前髪ぐちゃぐちゃじゃん。可愛いです、今日も可愛いよ。ちょっと、いや、すごい七三だけどいい。タラちゃんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タラちゃん、ではお名前からどうぞ。はい、中村かなと申します。かなちゃん、かな子じゃないんだね。かなです。加えるにならんとさっき聞いた、はい、そう、実はまだね、ちゃんとお会いするの 2,3 回目なんだよね。いや、本当に2回目です。2回目か、はい、2回目なんだけど、初ランチをしました先ほど、はい、今日これが始まる前にランチしようって言ってランチして、やっぱりこの子面白いなと思ってどういうことですか。なんか本当に出会った時に、うん、違うよ、3回目よ。なんか、パーティーでお会いしたんですよ、初めまして。でしょ。めぐみさんパーティーって言ったらなんかパーティーみたいな、めぐみさんが、はい、新商品として美容のね、はい、アイテムを発表する美容のこうすごいきらびやかなパーティーでお会いして、はいはい、私こう一方的に知ってる方だったので、はなちゃんね、踊るインフルエンサーなんですよ。違いますすごい踊るの。なんか結構インスタとかってフォローしてない方でもおすすめとかに出てくるじゃないですか。で AI は早くもね、私の趣味を感知してかなちゃんがおすすめに出てきまして、めちゃくちゃ踊るじゃんこの人と思ってさ、でも第一声それでしたね。めっちゃ踊る人じゃん見たなんか私本当に今をときめくインフルエンサーの方を全然知らないんですけど、この人は知ってた、マジで。踊るやつ、こいつ踊るやつだと思って踊ってってさっきも言ったんだけど、踊ってくれなかった。多分こういうのがさ、なんだろう、おばはらなんだろうね。おばさんハラスメントを、そんなことございません。それにも付き合ってくれて、はい、かなちゃんは本当にいい子なんですよ。でもかなちゃんのね、ちょっといろいろ今日ね暴いていきたいと思いますので、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。実はかなちゃんは今こうさっきお伝えした通り輝くインフルエンサーさんなんですけれども、なんか元々は違うんですよね、はい、もう本当にごくごく一般的な専業主婦、うん、専業主婦、しかもお子さんなんと3人おります、はい、拍手ですかこれ。だってこれ少子化だから、うん、ありがたい話よ、貢献そう、はい、でしかもこの3人も年齢差が結構、そうなんですよ、あるんですよ、はい、一番上が、はい、11歳小学校5年生と、うんうん、2番目が7歳の小学校1年生、うん、で3番目が今月2歳になります、うん、この間よ、生まれたばかり、夫婦が仲いいということでよろしいでしょうか本当に何の話ですか。なかなかいいです、はい、皆さんね、同じご主人ですよね。もちろんかなりいろんなことありますからね。そうですね、はい、うん、素敵な話は、はい、ありがとうございます。目指したい私もそういうの目指したい来世でね、来世で頑張りたいと思います。ほんでごめんねで、その年の差で、はい、でこの3歳、3歳じゃない、3次育児はやっぱり大変、はい、大変で、1人から2人もまあ大変は大変だったんですけど、うん、3人って手が足りないじゃないですか。足りへんな、はい、でも一番上はもう小学校5年生だから、5年生だから、本当に私3人目を妊娠した時に、うん、
急に自立しました。あの動けなくなっちゃったから、あの切迫早産で動けない時期があって。それは女の子とか、ね、男の子です、うん、だからもう本当にやっぱ男の子っていつまでもなんかなんとなく甘えん坊っていうか、あのママがいないとちょっといろいろなんか、うんうん、できないできないっていう感じだったんですけど、いやもうできないからやってって、もうきっぱり言ったらもう急に急成長、はい、しまして、もう今ではもう全然何でも自分でやるようになったんですけど、でもやっぱりね、物理的にはできるようになったけど、うん、5年生ってなってくるとやっぱり受験だったりとか、そうだよね、別のところでもっと送り迎えとかあるじゃん、習い事の。あ、習い事はもう全部徒歩圏内に変えて、はい、もう自分で行ってもらうようにしてます。今やっぱり下が2歳ってなるとお昼寝の時間とかぶったりとか、夜がね塾って9時とかまであるじゃないですか、で遅い時間にそのちっちゃい子2人連れて迎えっていうのも難しくて、もう全部近くで、え、ご飯の時間帯はみんな一緒バラバラなんですよね。だから、うん、あの下の2人は先で、まあ、主人もすごい毎日遅いので、うん、主人と、塾から帰ってきた息子と、まあ、一緒に私も食べるような感じですかね。でもご主人は結構イクメン、イクメンですだと思います。素晴らしい。ですけどほとんど家にいないので、うんうんうん、はい、どういう感じ、じゃあ遠隔でイクメンみたいなどういう感じ、ほとんど家にいないのにイクメンって何だ、ちょっと夫立てるじゃんそれイクメンじゃなくて、本当ですイナメン、あれいない、イナメン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 なんですけど、うん、あのいる時は、なるほどね、はい、あ、お休みの日とか、あ、そうです、そうです。今日もあの私あのマーコさんのラジオどうしても出たいからっていう、うん、あの熱意をあのプレゼンしまして、主人に、うん、それなら休もうマーコさんのためなら休もう本当にもうあと5回ぐらい来てもらおう本当に5回くらい間にさあと2人ぐらい子供増えそうだよ、ここなんでですかすごく、いやいやいや、だから本当にあの日曜日ぐらいしかまともに家にはいません。しかもなんかご家族すごい仲いいイメージで、なんかあのインスタを拝見させてもらってると、うん、はい、結構家族で出かけたりとかも多くない？あ、そうです、だから日曜日、あれ週一であんなペース、はい、あ、土曜日の午後ちょこっとだけとか。でもやっぱりお兄ちゃんがやっぱりテストとか土曜日とかは結構あるので、家族全員で集まれるってなると日曜日だけです、基本的には。長いんですか、あの結婚するまではご主人と。結婚するまでは2年ですね、丸2年です。へえ、はい、学生だったので彼が。え、どういうこと、学生ってお好きだったことでよろしかったですか。え、どういうこと、何生かにも中学生高校生いろいろあるじゃん、いけない女子、いけない女子宇多田ヒカルのファーストラブが流れてるから、大丈夫、やばいやばい主人があの2回目の学生をしていた時だったんですね。なるほど、はい、1回、大学卒業して3年間、社会人を経験してたんですけど、あの自分の夢を実現するために2回目の大学生をしていまして、しかもその大学があの普通の4大よりも長い大学だったので。なるほど、医療系ですか。あ、そうです、医療系だったの で、ね、私は社会人1年目だったんですけど、うん、本当に貧乏デートしかしたことない。でもなんかね、先見の目が素晴らしいそう、こういう見抜いた、見抜いた、見抜きましたね、はい、すごいよ今日初めて知ったわ。あ、言ってないです、はい、言ってなかったです。え、何かですか、それは。じゃあ今、まあ、子供たちに助かるかなんですか。あ、そうです、そうです。なのであのこれは病院行くべきだねとか、うん、あのこれは様子見で大丈夫だみたいなのが分かるので。インフルじゃないけどインフルエンザにしといてあげるよみたいな。それはないそれダメ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 やつダメじゃあいい方のお医者さんだどういうことですかよかったじゃん、ダメなやつじゃなかったです、ダメなやつじゃないです。なるほどですね、はい、なのでそこはすごい助かってますね。じゃあご主人を支えるのもすごい大変じゃん。だって結構それこそ呼び出されたりとか、患者さんのことであったりとか、大変じゃないですか、人の命を守ってる人なので。そうですね、だからそう人相手なので時間も読めないし、うん、年末年始お休みはなくないです。ここ3日、すごい短いでしょ、はい、もう三が日です。うわ、なかなかあの実家もお互い遠方なので、うん、帰るってなっても片方しか帰れないとか、あ、今年は帰れないねとか、うんうんうん、結構そういう感じですね。なかなか休みがないです。生まれどこ？私ハワイ、ハワイです。生意気なんだけど生意気なんだけど何なの？とか言って
日本のハワイとかじゃなくて。あ、そんな感じか。まあ、南国っちゃ南国ですね。すごいハワイ生まれ。生まれは生まれだけハワイです。え、じゃああれだ、ミドルネームある人だ。はい。何？リサです。普通。もうちょっとなんかクリスティーナとかやってほしかったですよね。リサ？リサです。普通に。リサかなこ。かなこじゃないし。もうどこにもかないないじゃないですか。かなりさです。かなりさなんとかなの。はい、あのそうです。面白い。面白いですね。え、育ちは？高知県です。生まれて1年しかハワイなかった。生まれはハワイで高知、うどんの町に行ったんですね。それは香川です。香川じゃないっけ？高知ってどこだっけ？高知は。あ、ポン酢？あ、ポン酢ポン酢。育ちとか。育ちは徳島か。高知って何があるの？え、カツオです。カツオのたたきとか。ああ。え、全然ピンときてないですよね今。ご飯美味しいんですよ高知県も。よくあれあって私関西おったからさ。あ、そうですよね。デートのたん旅はうそやけど。旅に来て。デートで四国に行ったりしたよ。本当ですか？瀬戸大橋渡って。渡りました。瀬戸大橋？そうです。淡路大橋？え、なんやっけ？瀬戸大橋。瀬戸大橋。はい、ですか？そう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 、行った行った。本当ですか？うん。ていうか私高松の学校行ってたし。はい、一瞬ね。え、そう、本当一瞬だけど高松に通ったんです。そうなんですか。じゃあそのご縁も。え、じゃあ阪神大震災経、え、生まれてる？生まれてます。生まれてる？はい。阪神大震災経験者や。はい。ちっちゃかったので、でも揺れましたよね。あれ寝てる時ですよね。朝方。うん。あの時何歳？でもちっちゃかった、何歳ですか？え、何歳さうちら？今年4、1、4、4、4歳差。はい。じゃあ今年3、6、7。あれ4、1？ 4、1。で3、7です。あ、そこそこ。はい。引き算です。ってことは私が小学校5年生の時に阪神大震災やったから1年生じゃん。ああ、でもそれぐらいかも。ちっちゃかったんですよ。うん、妹たちも全然まだまだちっちゃかったし。ああ、怖かったね。ですね。いいタイミングで救急車。本当だ。入るわこれ。耳いい。聞こえなかった？聞こえました。今聞こえました。今言われて聞こえました。邪魔しちゃうんですけれども、取り過ぎるのか。あ、そっか、これも聞こえるのか。そうなの。じゃあ今日はご主人が見てくれてる。はい、はい、もう完全にあの、まあ、上の子は自分でできるけど、うん、まあ、下2人の送迎だったりとか、まあ、下の子今日何もないので一番下の子をなんか遊ばせに行ってくれてます。2歳の面倒を見る。え、2歳だったらもう、うん、ご飯？あ、そうです。もう全然1歳くらいからご飯は普通のご飯ですね。すごい話だね。え、じゃあ、うん、英語できる？できないです。無駄にハワイ生まれじゃん。そう、言いたいだけ。すごい。でも私も言いたい。でも言ったもん勝ちだよね。私も言ってもバレないじゃん。ハワイですって言ってもわかんなそう。いける？うん、ハワイ生まれって言いたい。私どこ生まれ？私北海道。あ、だからあのね、あのすみません、みーちゃんと。あ、そうそうそう。ねえねえねえ。北海道生まれの関西育ちよ。うん、だから関西弁。そっか。みーとほぼ一緒よね。あの人も。いや、そうそうそう。北海道だけどめっちゃ関西弁。うん、そうそうそう、ほぼ一緒。そう、それでそのパーティーでお会いした時にこの子踊れる子やってなって、すごい前振りが長かったですけど、インスタフォローさせてよって言ってフォローさせてもらって、この子のインスタを追ってたんですけども、うん、本当にこの専業主婦で、うん、要はこう普通の日常というか、お仕事もされてなく、その間今までですよね。はい、あの本当にあの結婚してから、はい、結婚してからは完全専業主婦、本当に子育てだけに注力を注いできました。じゃあインスタはいつ始めたの？インスタはここ2、3年だと思うんですよね。うん、あのコロナになったじゃないですか。また。で、あの時期に、で子供たちも学校閉鎖されて、うん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 、お家でずっとっていう状況が続いたじゃないですか。うん、いや、私ずっとこのままこれかなみたいな、うん、ってなった時なんかやりたい。でもなんかコロナ禍であんまり動けなかったんですよ。外にね、出られへんから。ですよね。ってなって、どうしようどうしようって思ってた時に、まあ、徐々にお外に出られるような状況になり始めて、よしインスタ始めようっていう感じで、好きだった、その時好きだった、その時っていうか好きだった、あ、ファッションちょっと投稿してみようみたいなのがきっかけです。すごいの、このね、その2年ぐらいで始めた、そう、こちらのインスタなんですけれども、 ありがとうございます。これなんて読むの？にゃっかにゃ、ふざけてえ、ね、真面目です。中村かなで、中村かなで、ね、ほらどっちから読んでもにゃっか、にゃかな、ね、そういうこと。でこの2年ぐらいの投稿で一番フォロワーを獲得したわけですよ、彼女は。
すごくないですか。今インスタとかを始めてやっぱ1万人フォロワーに行くって本当に難しいことで、私本当細々ながらにそのインスタのマーケティングのお仕事とか外注でやってるんですけど、やっぱりむずいのよ、人とやっぱり なんだろう囚われやすいっていうか、人と同じことを投稿しがちだし、こうご飯取らなきゃとかお洋服取らなきゃって追われがちの中で、こうやっぱ人と差をつけ始めたのはいつ頃からなの？人と差ですか？あ、踊るということですか？踊るのももちろん、はい、なんか自分なりの投稿の仕方には最初から？いや、やっぱりいろんな方の見て、こうするべきなのかなとか、そういうあの瞑想した時期はありましたけど、あ、でもリールにしようって決めたあたりですかね、毎日動画ってなると、人の真似だってもう動いてるの自分だから、確かに人の真似なんてできないっていうか、自分だからって踊ろうとは思わないマーコさん踊りましょう。ダンサーアカウントとかさ、ダンスやってる子たちがさ踊ってるの分かるよ、この子めちゃめちゃ綺麗めな格好して踊ってるじゃんと思ってほら、なんかそのギャップって面白いのかなって思って。面白い、私はすごい好き。ありがとうございます。ダンスをやっとったの？そうなんですよ、ダンス部、はい、ダンス部でした。あ、でも中学からですけどね。最近はやってない？最近はやってないですね。あの2人目、出産ぐらいまではやってたんですけど、やっぱり年も年だし股関節謝れよ私に年上なのにどういうことや、はい、すいません違うんですよ、 なんかね3人目産んでから、股関節とか分かります、私も分かる、腰とか、私小村帰りするの毎日これ何なの、足つでもなんか釣りすぎて、釣る前に気づいて直せるようになってきた。すごいプロですね。釣らないってなる、釣りそうから釣らないってなって、あの寝ぼけててもですか？寝ぼけてても、すごい、すごくないですか、プロですね。伸びしちゃうとやっぱ釣るから、あ、分かるかも、足、はい、妊娠中とか釣りやすいじゃん。妊娠中めちゃくちゃ釣りました。あ、妊娠してんのかな、そっか、めっちゃ釣るんだよね私無駄に、誰の子よ、本当に妊娠急にね釣っちゃうの。え、じゃあそのために運動し始めたの？何のために？踊ろうかって、違いますよえ、でも踊り始めたの最近でしょ？そんなに私踊ってないからマーコさん、でそんなに何回も踊ってないですよ。みんな気になるでしょ、どんな感じで踊ってるのか。やばくない、やばいやばい、やばいよ、ね、なんかちょこちょこなんかさ、かわいこぶりっ子踊りじゃないんですよ、彼女のは。結構がっつり踊ってるよね。それが結構あの賛否両論あるんでしょうね。そうね、さっきねランチしながら彼女は悩んでるっていうことに気づいてすごい、もし言っていい？いいよ。多分なんか日本で私が知ってる中で一番アンチが多い30代の方の人やばくないですかなんかマジで、なんか例えばさ、アンチがつきそうなアカウントってもちろんいるじゃん、自分の自慢話しちゃいすぎてるとか、こう世の中を敵に回すような発言をしちゃうとか、なんかそりゃアンチつくよっていう、その炎上商法の人たちってもちろんいらっしゃるわけですよ。あのかなちゃんほど普通に生きてるだけでアンチが来てる人初めて見たんだよね。やばいですね、興味深いと思って。やばいですねそれ、なんでそんなに叩かれるんだろうね。なんでですかね。でもさっき言ってたんだよね、いや、はい、彼女彼どんな人たちかわからない、でもその人たちはきっとアンチではなくてアドバイザーなんだって、そう、あの100人もアドバイザーが私にはついているという結果になりました。先ほど、私アンチっているのかな、私気づいていない、いるかもしれない、言いにくいのかな、もうかわいそう、息に入ってそんな、いないと思う。いるいるいる、マーコさんみんな好きですよ、いるいる、大好きだと思う。喧嘩打ち上げない相手っていうのはみんな多分培ってきた人生の中で、ね、こいつは相手でしたけど、そういうこと、カナちゃんは優しいから、いやいやいや、すごいの、後で見てみてすごい叩かれ方、いやなんですけどなんかそれ毎回すごい叩かれてる人みたいですけど、あの違いますよ、あるあるね、ある結構ほぼ叩かれてるじゃん持ってる持ってる持ってる、すごい一生懸命生きて旦那さんを支え、子供を一人でほぼほぼワンペで3人育て、家のこともやって、で、まあ、お子さんが一番下の子なんか小さいから、さっき聞いてたら本当数時間しか自分の時間がないわけ、はい、でその中で家のこと、はい、
家事洗濯ってやった中で、うん、本当に限られた本来だったらちょっとお昼寝したりちょっとコーヒー飲みたい時間を私は発信したいっていうことでインスタをさ撮ったり、はい、自撮り棒で私は使わないけど自撮り棒でだってねもう送迎の本当に30分とかでなんか作らなきゃ、うんうん、追われてるねほらだってその辺の人にすいませんこれ撮ってもらっていいですかって言えないじゃないですか、うん、やっぱ自撮り棒あの相棒です私の。なるほどね、うん、え外で外で恥ずかしくない？外でさ自撮り棒立てて撮ってる自分めっちゃ恥ずかしいんですけど、うん、あのあんまり人が通らないですよ、うん、あの近所が。えなんかさ、はい、撮って、うん、通るじゃん、はい、なんかどうするなんか私もあるのこう置いといてなんか自撮りしてて人が来ちゃった時、はいはい、どうする？えすんけってあります。私やっぱ恥ずかしいですよ、うん、電話かかってきたふりしちゃう待って、え自撮り棒で立ててて？自撮りなんかこの辺に立ててて、あ何かに、しかもなんか誰も聞いてない、あはいもしもし、うん、今撮ってるよ、うん、撮ってる後で送るねみたいな、なんか誰かに頼まれた今こなしてるみたいなそうそう、もう今撮ってるから邪魔しないで、そっちがもう探すからさみたいなこととかを一人で喋ってそれがすごいですよね。まずい、恥めっちゃ恥、いや恥ずかしいですけど、うん、もうなんかそんなに見てないかなってえとか言いながらさ、うん、人からどう見られてるか気にしてどっちやねんって気にしいなんですよね。気にしいの方がでも人を傷つけない人だから、そう気にしないやつほど人を傷つけるから。本当ナイフのような性格持ってるから怖い、本当よ怖い。気にしいの人好きよ、あの傷を持ってる人だからうん、そうですね。でもそれだからこうやって、うん、専業主婦からインフルエンサーというものも両立させ、その中でこうブランドさんがねやっぱかなちゃんに目をつけてあのコラボとかもしてるんですよ。はい、ありがとうございます。すごいよね、ありがたいことに。もうなんかこんな弱小アカウントなのにねえ、なんだったら叩かれるんですよ、こういうことから。ごめんなさい、1万人もいて弱小じゃないよ。いやあれが第1弾ラッシュが、あ、第2弾です。あれ第2弾、第1弾は第1弾は、エンスイットさんとあのブラウスを作りました。3色展開、そちらはすごいありがたいことに速乾だったんですよ。すごい、3色ともに3枚ずつバレた、そこ言ってないのに言ってバレちゃいました。なんと3枚ずつ速乾です。計9枚やば、それは弱小だわやばやばいじゃん、ね、やばいですそれ。えすごい、はい、フランス完売、それ去年今年、去年の AW です。うーん、はい、でラッシュガードが今年の SS です。ラッシュガードの画像いただいていいですか？そう、これしかもなんと今秋に差し掛かったからセールになってるんですよ。そうなんです。 でもただ S サイズしかないんですよね。はい、これ M はちょっと完売、デザイン的にお洋服っぽいよね。そうなんです、あのシティ使いもできるっていうことを、うん、あの売りにしていただきたくて、はいはいはい、はいはい、あのなんかラッシュガードって私今まで持ってなかったんですね。それで分かります、うん、でラッシュガード作ってくださいって言われた時に、うん、え私経験ないですっていう感じだったんですよ、うん、着たことないみたいな、えどうしようってなった時にラッシュガードって夏だけじゃないですか、うん、あ基本的に、うん、しかも1回2回着るかなみたいな。そうね、ですよねってなったら私それは嫌だなと思って、うん、まあケアウターにもなってほしいと思ったんですよね。っていうので絶対にじゃあセパレートでっていうので作っていただいて、これ前後2ウェイなんです。前後2、あの画像を隣隣って見てもいいですか？これなんていうサイトだっけ？エンスイートの公式サイトです。はい、なのであのアウターにもなるんですね。アウター、もうちょっと言っていただくともうちょっと言っていただくと、もうちょっと言っていただくと、はい、その感じであのデニムと合わせてるやつとか、あなるほど、はい、前開けることもできるし、あの撥水加工なので、うん、本当にあの雨の日送迎とか、あなるほど、これからの秋とかも本当に行楽シーズン全然着ていただきたいアイテムなんですけど、まあ、夏じゃなだけじゃないよっていう、真冬以外いけるよっていうカッパ的な感じで使えるよってことは、ちょっとした雨よけで使える、はいはい、っていう感じ。あしかも UV カットも入ってるから夏のあの自転車送迎も使う、もう私めちゃくちゃこれ着てて、へそう、あじゃあ冬以外は使える、そうなんですっていうものを作りたかったので、
サイズ展開は SM SM ですえ、S はだいたいサイズ感どれぐらいなの？158センチの私が着ても全然あの。中野さん S だ。はい、そうです。で、袖感も全然あの長さが。はい、ここをちょっと隠したかったので、あの手の甲を。うんうんうん。なのであの。日よけだからね。はい、そうです。なのでここにフィンガーホールも入れていただいてつけてもらって、で、あの腕まくればそんなあの長さ的には気にならないので。素敵。黒一色？はい、そうです。可愛いね。マコさん、お洋服だと思ってた。嬉しい、本当ですか。そう、お洋服見えするラッシュガードを作りたくて。このまま水遊びもできるわけで、はいはい、できます。水着の上に着てこれで遊べるっていうことだ。はい、はい、海とプール行ってみました実際。うーん、はい、すぐ乾く。半額じゃない？そうなんですよ。これだって別々にも着られるし、うんうんうん、さ、雨の日とか結構足元濡れません？私結構このショーパンにトレーナーとかで行っちゃうんですよ。うん、かわいい。そう、へー、これが第2弾。はい、第2弾です。第3弾の予定はあるんですか？ありますかあるんですか？ありますか？どっちなんだいすごい圧かけた楽しみだね。でもなんか、はい、別企業さんとも実はお話がね。そうなんです。今あのスサビさんという、んスサビ、スサビ、はい、スサビさんという、はい、あのママとあの子供向け、あのちっちゃい赤ちゃんとか向けの、うん、あのブランドさんなんですけれども、こちらだ、スサビさん、はいはい、このヌービーバッグがすごいあの人気のブランドさんで、うん、あのマザーズバッグで、あのこれからどんどんあの子供のおもちゃとか、うんうん、あと、あ、かわいい、そう、パイとか、あ、ね、これもなんかねコラボの商品なのかな。そうなんです、本当あの子育てあの真っ只中のママにあの多分ドンピシャなブランドさんなんです。すごい、はい、今ちょっと子育てしてる時、うん、なかった。そうなんですよね、なかったなかった、こんな可愛いの。私全部ジップロックに入れてた。そうだ、ほんと、ほんとですか？でもなんだかんだ一番大中小大中小待ちやり出た時によしと思ったおむつとかもですか？全部小分けしてた。まあ汚れてもね、しかもすぐ変えられるし、ジップインジップしてたしジップの中にジップがあった。こんなおしゃれなカバンなかった。そう、そうですよね、うん、そうなんですよ。あ、じゃあ結構、うん、かなちゃんはこう、はい、ママ系なところとこう組むところが多いのかな。そうです、あの、うん、あ、だと見られてるかなと思ってます自分でも。あの結構あの子育てについても発信したりとかしてるし、うん、あと、うん、娘とリンクコーデとかも結構載せるので、うーん、結構あのママさんのフォロワーさんが多いかなっていうふうに思ってます。なるほど、うん、じゃあ結構あれだ、何よ、何でしょうじゃあファッションって言ってもなんか、うん、さっきランチしてる中で、はい、そのファッション系の仕事を進めていきたいんだっておっしゃってた中では、うん、そこはやっぱりママとしての、うんうん、そうですね、あの、うん、なかなかなんだろう、あの汚れちゃうからとか、うん、あのおしゃれを諦めてるママが周りにすごくいっぱいいたっていう経験から、うん、もうみんな本当にプチプラでいいのよみたいな、子連れの時はみたいな、え、それ寂しくないみたいな、私の中では。で、私絶対にあの汚れても洗えばいいから、うん、着たい服ずっと着てたんですね。いつもそんな綺麗な服着て汚れるの嫌じゃないの？いつも綺麗な服を着てるとおっしゃらない。そういうところだったのかな。嘘嘘嘘嘘嘘、好きよそういうとこ、大好き。すみません、だから天然って言われるのかマーカさんに。そうやばい。そうなんです、いつも綺麗な格好してる の,、ね、るのかな、うん、でもいいことなんか、うん、そのママになってくるとなおさらなんだけど、はい、お洋服メイク、はい、まあ、うちのアクセもしっかりなんだけど、うん、誰かのためだったじゃん若い時って、うん、あの男性にモテたいとか、うん、同性の女性に可愛いと思われたいとか、うん、でもやっぱり結婚して子供が生まれた瞬間に自分のためになっていくんだよね、うんうん、そうなんですよね。鏡に映った瞬間の自分がいかに輝いてて、うん、いかにこう気持ちに余裕があるように見えるかで、うん、本当にその一日のマインドが違って違いますよね。で、子供に対する自分のこう接し方も変わってきたりとか、うんうん、綺麗なお洋服着てて、うん、なんかやっぱガサツにはならないし、うん、あの作法とかさ、はい、だから絶対さ、お洋服がこうもたらしてくれるパワーってあると思うから、はい、うん、すごいいいコンセプトだよね。うん、ありがとうございます。なのでパーンいただいた。ありがとう、優しい。そうだから、うん、あの気兼ねなく着られる、うん、けど着てて気分が上がるっていう、うん、
ママが増えたらいいなっていうのはすごいずっと思ってることですかね。なんか子育てが楽しくなってほしいなっていう、自分を犠牲にしないでみたいなママ結構やっぱりいるんですよね。なんかそうね、疲れ果てちゃってる人多いからね。そんな時間ないとか、もう髪の毛はいいわどうでもみたいなのを聞いてると、うん、なんかもっと楽しんでほしいって思っちゃうから。彼なんか世の中のその風潮的に、こう昔って子供がいるのに綺麗な格好をしてたら安置感があったんだよね。なんかこう子育てをちゃんとしてないとか、ヒールを履くのが NG とか、肌の露出をすることによってなんか女出しすぎとか、それは違うなって私も思う。だからなんかどん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 おしゃれって、私はすごいおしゃれはほど遠いんだけど、でもその、いつもおしゃれですけど、なんか私服全然興味ない人だから、なんか店員さんに誰がいいと思いますって、これ全然じゃあそれでそれでマジ興味ないの私。このね、服飾雑貨ってアクセサリーにしか興味がないから、だからなんかいいな、そういうの提案してくれると。私はそういうものを作れない人だから、こういうコンセプトでこういう思いがあって、こういう人に選んでほしいっていうところが明確になると、やっぱり消費者って欲しくなるし、なんか理由が欲しい。ただ可愛いだけで買わなくなったから、うん、そうですね、うん、そうかもしれない、確かに。なので、じゃあ次その何日すさびですすさびさんと、はい、作るものもお洋服、いやまだまだ決まってはいなくて、今ちょっと月1で、あの毎月あの打ち合わせをしながら。すごいね、3回打ち合わせしたらもうシーズン変わるよ早く作りなよ。そうですよね。じゃあちょっと次回、あの今月あるので提案してまいります、はい、早くしないとねえ確かに何物作るのよこうなんかシーズン本当ですね、本当だ本当だ。だから小物でもね、はい、一応冬式の夏式のものは確かに用途が変わってくるから変わってきますね、生地感も。すごいじゃん、なんか大丈夫みたいなスケジュールね、月に1回しか打ち合わせできないって。しかも私もう1時には帰りますって言うかなもう1時半を迎えなので会わなきゃいいじゃん、自分したらいいじゃんあ、そっか、確かにもう自分でよくない、はい、確かにそうですよね。面白くないかな、ちゃん面白いんですよ、ね、引いてないですか、大丈夫面白いんですよ、なんか面白いですか、すごい一生懸命でまっすぐで物落ちせず、ありがとうございます、ね、こうなんか話しててすごい魅力的だなと思うのに、そーっと叩かれてるやばい、どうしましょう。見たい、見てみたいなと思って、何を理由で叩かれてるのかをさっきもねランチしながら見てたんだけど、なんでしょう、そう、なんか50代に見えるって言われたんでしょすごい綺麗な50代じゃない、見える50代に、50、私の横にいるからだよね、私をこうさフィルターしてさ40代は比べないで、こう違うんですよ、なんかちょっとあの50代見えませんみたいなのあります、なんかこう言ってギリギリ50、こんな綺麗な50代だよな。でもなんか実際その30代っていうことになんか傷ついた時期があったんだってなんだけど、え、実は50代に見える30代のコーデとかやりなよってさっき言ってたよなんて言ってやと思って、そこ特化した方がいいよねで、そう、ちょっとじゃあ今日それ作ろうかな、もう絶対とも50代に見える30代のランチとか見たくない見たいよね、私見たいこの子超面白いじゃん、やばいです、本当に面白い、いいと思う。私もなんかさ、あの数少ないさ過去の仕事させていただいた時にさ、マジ顔オカマって言われたの鼻が長いし、性別どっちですかみたいなことを言われて、それ絶対に嫌味ですよね。いや、嫌味、もう褒め言葉ではないよね、だからその時もラジオのお仕事させてもらってて、はい、で、あ、こんにちはって、今週あの私が担当させていただきます吉川岡真子ですって言ったの岡真子に徹した、面白い、あ、よかった、じゃあそのそう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 、はい、発想の転換、なんかみんなに好かれることって難しいし、難しいですね、うん、みんなが好きでいることも難しいけど、誰かを嫌いになることって簡単だけど、誰かを受け入れることはしていきたいなと思うから、言ってくれたこれもありがたいとまでは正直綺麗事になっちゃうから思わないけど、まあ、言われたことに対して傷ついてる暇あったら笑おうって思うからいいよ、よしてやって、だって確かに、え、なんかかなちゃんそれひどいねとか言いながら、私さっきかなちゃんのインスタ見たの、確かに老けてんねってなって言ったの、まあこさん、お、確かに老けて、何を受けないかなとか言って、髪切りなさいとか髪切んなよって言ってなんかかなちゃん老けてるインスタ、なんだろう、そうさ、忙しいさなかの30分でさ撮ってるから疲れてるのか顔が、
リポビタンでじゃない？リポビタンで食っといてきます。一番高いやつ飲めないよ。一番高いやつ買ってあげるよ後で。一番ディスってるよ。マーコさんが一番ディスってません？私のこと。リポ女子。リポ女子。今日ね聞いてくれる人がいたらかなちゃんのコメント欄によかったリポ女子頑張れって送っていただけると幸いです。お願いいたします。どういうことですか？だから実際にさっきも言ってたの、うん、あのインスタライブをしたりイベントとかでかなちゃんに実際に会える、うん、こう機会を作るとびっくりすると思うよって。本当にフレッシュで明るくって元気で面白いのこの子。笑い声がうるさいってさっき言ってましたけど、ね、うるさい。多分うるさいだけなんですよこれ。いや私も笑い声うるさいから似てないとか言って、笑い声似てないとか言われて、うるさい2人のこのラジオ大丈夫そうですか？みんなびっくりしちゃうね。音量多分2倍。うるさい。笑い方がさ、なんかさ、私おばさんなんやな。ね、なんかこう誰かが友達同士が電話してて、後ろにマーコいないって言われる方、笑い声で特徴。でも私も絶対いるって思われるタイプで見つけられちゃうタイプ。声が甲高いってもうおばちゃんなんだよね。昔からです私。いや30超えたらもうおばさんよみんな。なんかあがかないあがかない、うん、30も50も一緒よって言ったらもちろん喧嘩売ってるように聞こえるかもしれないけど、はい、マインドはマジで一緒、うん、なぜなら私は40代でかなちゃん30代じゃん、はい、私40代じゃん、はい、で仲良くしていただいてる方が40代後半50代多いんだけど、圧倒的に負けてる。元気さフレッシュさ努力圧倒的に負けてるからかなわないと思うし、うんうん、だから上の人たちを多分若い人が言ってるんじゃないのかなって思うんだよね言ってるのは。上の人たちは私みたいなもう分際もう相手にもしてないしもう圧倒的勝者。だからかっこいいなと思うし仕事のやり方もそう、日常あと自分にかける美容もそう、うん、友達関係のやっぱ人間関係、うんうん、どの年代になっても難しいけど、うん、やっぱり経験者だからすごいアドバイスも軸があるし、はい、うん、だからなんかそうやって人に攻撃をねされて傷ついてる、うんけれども、うん、そっち側の立場じゃなくてよかったっていうこと。確かに本当にそうです、うんうん、そう、かなちゃんが言う側の立場じゃなくてよかった、はい、だからそれに対してすごい丁寧に返事をしてるけど、うんうん、でそんな日もあったら、うん、ね、違うことに時間を費やしたらって。本当ですね。そうそうそう、わかりました。なんかすごいあの人生相談みたいなあのラジオになってますけど大丈夫ですか？本当よ、今日ここ以上真面目じゃない？ここ以上真面目このラジオ。ちょっとなんか知らんけどみたいな。知ってよ、うん、知ってよ、もう長いのよ。まあまあやってんのよこのラジオ。かなちゃんはこれ今後どういうビジョンでやっていきたいんですか？そうそう、はい、うん、今2年でフォロワー1万人になりました、はい、数字が全てではないけど、うん、明確に自分に対するこう応援してくださっている方や、うん、まあ、アンチの方も含め自分に注目してくださっている数が見えてきたでしょ、はい、で自分がやっぱりファッションが好きだなっていうことでコラボを進めていきたい、うんうん、ゆくゆくはどういうことをしていきたいの？ゆくゆくですよね、うん、そこなんです。そう、そこを考えてないんですよ。知ってた質問したから。なんか困らせてる今。どういうことが好きなんだろう。いや、そうなんですよね。なんか本当にファッションが好きで最初アカウント、うん、じゃあ始めようって、うん、本当に私まさかそんなお仕事が来るなんて思ってもなく、うん、夢ある、はい、うん、始めたので、ただの主婦が、はい、ただの主婦じゃないからだよ。え、もうただの主婦じゃなくなったわけじゃん。でも、はい、やっぱりこのさ、例えばラジオを聞いてくださってる方、うんうんうん、かなちゃんのインスタを見てくださってる方って、はい、要するに一個前のステージのそのかなちゃんの、うん、状態の人が今いるわけじゃん、はい、でそういう人たちもどん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 いろいろ発信する側になってほしいなと思うの。なんか今世の中ってさ、うんうん、例えばこのラジオもしっかりだけどさ、はい、こうテレビ、例えばテレビ、うん、もうみんな見てないよね。確かに、うん、民放あまりなかなか見る機会がなくって、うん、今の子たちって、うん、TikTok とか、はい、SNS、ね、YouTube で情報を得るってことは、うんうんうん、こう著名人だけじゃなくって、うん、こう世の中にいる人たち誰しもがインフルエンサー、うん、インフルエンス、うん、広める側の立場になれるっていうことで、はいはい、いろんな情報が発信してほしいなと思う。私いろんな人の話を聞くのが大好きなんだけど、はい、有名な人の話を聞くのが全てではないと思っていて、うん、こう全く違う立場、じゃあ私は専業主婦を経験したことがないのね。あ、ない、はい、でずっとビジネスをやってるし、そうですよね、はい、本来だったらここって昔の時代だったら出会わないわけよ、はい、確かに。でもこれはきっと SNS っていう世界があったからうちらは出会って仲良くなって、はいはい、共通の話題があるじゃん、うん、ってことは人間誰しもが一人で生きていけなくって、うんうんうん、いろんな輪を
コミュニティを作っていく可能性が昔よりも確実に増える、はい、うん、だからどん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 発信してほしいっていう架け橋になってほしいなって思うの。専業主婦をなぜなら経験してないから、はい、その専業主婦でママさんがフォロワーの中にいるって明確に思っているのであれば、はい、そこに対してもっと歩み寄って発信するといいんじゃないかなって思います、うん、ありがとうございます、ね、ただなんか相乗効果でいろんな人が興味を持ってくれると思うし、うんうん、だからといって私のじゃあインスタどうなんだって言ったらただ40代の衰えをねアップしてるだけなんですけど、ね、そんなことないんですよ。マークさんのリール本当にね見たくなっちゃう癖になるリール、あの何の意味もない私インスタアップしてる、よかったら見てください絶対見ないのあれはい、そうでもあの、うん、やっとそのなんだろう、久しぶりにこう社会と関わるっていうか、うん、機会ができて、うん、あ、なんだろうな、自分の存在意義っていうか、うん、その やりがいみたいなものをまたこう、うん、思い出させていただけて、うん、あの本当に同じようなその境遇の方、うん、あの子育て本当に頑張ってる世代の方々が、うん、もっともっとなんかその子育て楽しいって思えるような、そうやっぱりそのものづくりだったりとかをしていきたくて情報発信もですけど、うんうん、あともっと楽していいんだよっていうところ、ね、あ、そうすごいねそれ言ってくださったんですけど、なんかあの子育てブックとかもさ、きっちり決まりすぎてる、この月齢になったらこれをしましょう、お洋服もこういうものを着たらいいですねって、うんうん、もう取っ払ったらいいじゃんと思ってて、うんうん、なんかたまにお伝えするんだけど、ひなひなは自分ファーストっていうブランド塾でやってて、はい、あのママさんであっても自分がまず好きなものをつけてほしい、うんうん、だからそこに対する例えばじゃあ歩み寄りでこういうネックレスとか、はい、うん、あの1秒着脱、うん、その本当にね、いやそうなんですよ、やらせてもらってます、本当にね、はい、そうなんか軽いし、うちは絶対 6グラム以下、そうなんです、そう、私めっちゃ肩こりやばいんですけど、もうこれをつけてられるんですよ、嬉しい、本当に毎日つけて、そこは経験者だからさ、うん、歩み寄れるじゃん、うん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 、でその中でのもう突破してほしいよね、可愛いとかかっこいいとか素敵っていうラインを提案してほしい、うん、やっぱりまだまだダサいなって思うから、うんうんうん、ダサいものを選ばないといけない傾向にあるから、うんうん、なんかもっとなんかみんなさ、子供ができるとさ自分の好きを見失いがちじゃん、そうなんですよ、うん、自分のやりたいこと、自分の好きなこと、好きなもの、うん、好きな、だって食べ物ですら食べれないから、うん、だからその中で一つファッションで抜け道があるといいよね、私もそこに対しては一つアクセ、子育てしてるからこそアクセつけてって私も思うから、うんうん、なんかそのアクセをつけるだけで子育てに余裕があるように見えるの、うん、それだけでも演出、自分で自分を華やかになりますもんね、そう、うん、気分が全然違う、うん、そのさっきかなちゃんと言ってた綺麗なお洋服を着ててガサツなことをしないでしょって、うんうん、こう綺麗に髪の毛セットしてメイクして綺麗なお洋服着て家の中に座ってたら、うん、あれちょっとお掃除しようかなっていう気分になるのよ、うんうんうん、ちょっとピンポン来ても背筋がピンとして、うん、あの出迎えるのよ、はい、だからそうやって自分のマインドを起こしていくことが、うん、はい、こうやっぱ30代後半ママになってからのファッションで大事なのではないかなって思う、はい、うん、だからそこをねどん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 現ママなんだから、はい、私はなんかもうさ、もう終盤だからさまだまだ小4小2ですよね小5か小5小2だ、もう終盤、まあ、あの子たちも多分2人暮らしできるからっていうぐらい自立してるからもう大丈夫、はい、だからかなちゃんはその限られたまだまだ、ね、その30分で作ってるリールをどんどん見てあげてほしいです、見てください。今どれぐらいの頻度でアップしてるのほぼほぼ毎日してます、すごい、時間は7時半です、うん、え、7時半にアップしてるの夜の、ほらほら踊ってる踊ってる、やめて、やだ超恥ずかしい、やばいですよこれ、あ、いいじゃん、やばい、100人減っちゃう、あの加工っていうかこの何なんていうの、この持ち入れとかそれ編集力がすごいんだよねすごくない、ありがとうございます、これ運動会のコートだよね、私そうです、運動会のこれですよね、これ私のおすすめに出てきたの、めっちゃ面白いじゃんと思ってこれを見てなかったらあの日出会っても私気づいてなかったんだよ確かに、ていうかこれでよく私って分かってくださいましたよね、たありがとうございます、あの時まだ1万人フォロワー行ってなかったね、あ、行ってないです、これで行ったんですよ、すごい、このリールのおかげで素晴らしい、でもなんかこういう踊るリールをなんかね、うん、味しめてなんかアップし始めたらどんどんフォロワーがいってね、まだ2回ぐらいしかアップしてないから踊ってばっかりいないですよ私
踊りだよ。もっと踊ってよ。でもなんか一個思ってるのは、私のアカウントを、まあ、見つけてくださった方がなんか日々、うん、なんか私見てちょっとでもこう元気になってくれたらいいのみたいな、なるなるみたいな風になってほしいなっていうのは心がけてます。だから、うん、いやそう。なってほしい。ほらもうあっという間ですよ。やばいですね。もうあっという間に終わっちゃう。50分あっという間ですね。あっという間ですよ。やだー、もう寂しい。じゃあ何か告知したいことはありますか。でもイベントとかは特にない。そうなんですよ。今その月一の。長引いてる。いつ形になるのかわからない。わからない。はい。コラボが今進もうとしています。はい、そうでございます。でも向け、何ママに役立つものを作っていきたいんだよね。そうなんです。あ、うん、そうです。でママブランドさんだもんね。はい、そうです。さ、すさびです。すさびさん、ね。はい。からほら、子供といる暮らしが楽しくなるアイテムを届けします。じゃまさにコンセプトとして合うんだね。そうなんですよ。なんか本当小物一つで結構変わりません？おむつポーチもジップロックよりは。うん、やめて。私はちゃんと絵とか描いてますから。なんか可愛いポーチとかバッグとお揃いの。ね、うん、ポーチとかがあると可愛いって開けるたびになんかあーってなりません？なる。ね、なんか子育てのあの動作一個一個にこう、うん、ときめきがあってほしい。楽しくなってほしい。今実際にご自身が持ってるもので一応知ってある？はい、Nラブさんってわかります？うん。あ、わかります？わかる。Nラブさんのあのお尻拭きポーチわかります？お尻拭き使わないもんこの年齢も。多分それじゃ私が使わねえんだよ。私今日あら取れないよ、ね、取れないけど、あ、そこにあるんだ。そこにあるんですけど、じゃあ今取れるんだったら、え、取ります、ぜひぜひ取ります。取ります。取ります。ですね、なんか結構子育て世代ってお尻拭き必須じゃないですか、うん、だから一人の時も、はいはいはい、ちょっと汚れたの時にお尻拭きって探しちゃうんですよ、うん、ピッピって拭くために。ピッピって拭くために、あの服とかすぐ飛ばしちゃうんで、はいはいはい、ピッピみたいな、なんかこういうのもフェイクレザー、あ、そうです、フェイクレザーだから汚れてもすぐ拭き取れるし、うん、ここになんか子供のお名前とか入れられるんですけど、え、お店でってこと？あ、そうです、あのネット注文なんですけど、お願いしてオーダーすればシールここ作ってくれたり、ここからなんかすごいあのショッピング番組みたいになってますけど、ここから入れられるので、なんと今ならこちらがみたいな。なんかそれだけでテンション上がりません？でこれベビーカーにつけられるんですね。なるほどね。なんか私こエノラブさんの方みたいになってますけど、本当よ、はい、こういう一つでも、うん、本当あのテンションが上がる、ベビーカーがガチャガチャしてると、うん、すごくガチャガチャしたままに見えちゃって嫌なんですよ。あ、なるほどね。だからすっきりさせたい、すっきりさせたい。超ガチャガチャしてたギャルみたいな。いや、しちゃいます。ギャルだからチャームとかつけてガチャガチャしてた、ガチャガチャそう、なんかこうシンプルに、うん、スタイリッシュにまとめたい、ね、はい、なのでこのビニールガチャガチャっていうよりはこうで、あのお揃いのマザーズバッグもあるので、いいね、そうなんですよね。なのであの別にこう自分一人の時に持ち歩いてても、うん、そんなにこう嫌じゃない。なるほど。じゃあこういうのを、うん、まあ、これではないだろうけど、うん、こういうものを提案して作っていく側に行きたい。そうですね、あの、うん、本当実体験があるからね、うん、あ、そうです、そうです。し、なんかもう11年前に一人目産んでるけど、はいはい、なんかもう忘れないペースで産んでるじゃん。ずっと子育てしてます。そう、だから私今これを見てもピンってこないのよ、はい、あ、確かに。もう忘れてるから。あ、そっか。そう、だからなんかこう3人育児をしてるっていう自分の強みをなんかこう、うんうん、そうだね、11歳の子の悩み、例えばそれこそさ、うんうん、反抗期とかも始まるだろうし、はい、うん、でまあ2歳、はい、で2歳じゃない2年生、うんうん、でまあ、例えば上の子だったらお受験だったでしょ、うん、で始まったばっかりの2年生も大変なことはあるし、うんうん、で今度保育園さんっていうか幼稚園世代の、あ、そうですね、はい、いろんな悩みにね、うん、それぞれ世代が違うのでね、うん、はい、そういうなので彼女の今後のね、そういった情報、そういうのもアップしてる？してます。子育てについてですよね、うん、してます。リール内とかでも、あ、リール内でもあの娘とのリンクコーデみたいな時にはその私の子育て持論みたいなのを文字起こししたりもして、ね、あるあるの大変なこととか見たいけどね。なるほど。そう、ただ自分だけじゃないんだってやっぱり思うだろうし、確かに、なんで私だけこんな思いしなくちゃいけないなって思ったことが結構あったから、だからなんかそこを突破してほしいなと思う。あ、みんなそうなんだって思いたいし。なるほど、わかりました。じゃあそれも作ります。お願いします、はい、お待ちしております。ありがとうございます。だから今後この3歳
さ年のさ3時9時踊るインフルエンサーの、はい、踊りませんかなちゃんのアカウントもぜひ見てください。今日私の紹介何もなかったですけど、ごめんなさい、私もよろしくねありがとうございました。